まだ開けてなかった。あれ、開けてなかったっけ？開けたつもりだった。スターダストプリンス。ほう。ドナルドとファイヤー。うん。なんか良さそう。いいね。ドナルド、ファイヤーいっぱい敵入ってるし、ドナルドが、こう、ちゃんと拾って、2枚でいいんだな、この感じだと。ちょっと技って。2枚でも使えるんだな。3枚ないと発動できないのかと思ってた。消えてせいせいしたわ。マルシャ、空の力を試したくてビクセンをけしかけたな。空だけじゃなくてあんたもよ。先輩様を始末する覚悟があるか試させてもらったってわけ。まあ合格ってところね。仲間に入れてあげる。私たち3人が揃えば機関を支配するなんて楽勝だわ。そのために空を。そうよ、ナミネに会いたがってるから会わせてあげるってわけ。喜べナミネ、お前が待ち望んだ勇者と巡り会える時は近い。嬉しいです。言っとくけど、空の気持ちを裏切るなんて残酷なことしちゃダメよ。分かっています。記憶と記憶を重ね合わせてさらなる思いを育てるがいい。空。君に会えても私どうすれば。あ、リク、お前が進めばナミネが傷つく。まだ戦うのか？お前を操っていたビクセンはもう。あいつがどうなろうと関係ない。お前を止めてナミネを守る、それが俺の心だ。そうだ、ナミネを守るのは俺だ。ずっと昔に約束したんだ。約束？俺たちが小さかった頃、たくさんの流れ星が落ちた夜があった。ナミネが島に星が落ちたらどうしようって心配するから、俺は言ってやったんだ。もし星が落ちてきても俺がナミネを守るって。約束したのか？おもちゃの剣で。なんでお前が知ってるんだ？だって俺だってあの時ナミネと約束したんだ。流れ星の夜に守るって。嘘をつくな。あの時お前はいなかった。いなかったのはリクの方だろ。俺あの時ナミネからお守りをもらってる。お守りだと？ほら。なぜだ？なんでお前がそれを。そうか、分かったぞリク。そいつは偽物だ。本物は俺が持ってるんだ。どうなってるんだ。偽物は消してやる。リークはそもそもこれは、作られた偽物なんで、でも、そう、だから、ソラはソラで作られた記憶だし、作られたというか、書き換えられた記憶だし、リクは、まあ、そもそも、あれだから、まあ、ソラを惑わすためのあれだし、あれいろいろと間違えてる。結局ソラを惑わせるために作られたレプリカが一人でに動き出してる感じ。あれ自我を持ち始めたって感じかね。確かそんな感じだったよね。でビクセンやられてる。作り出してビクセンがやられたから、そもそもこれだってナミネじゃないし、くれた。俺のと同じだ。どうしてあいつも。で、これがディスティニーアイランドになる。カードになっちゃった。はい、ということで、前回多分、前回が、トワイライトタウン編が終わったところで、終わったと思うんですが、前回どうやって終わったんだろう。あれだな、前回、多分ほとんど他の新面を敵倒さないで来ちゃったからと思って、あれだったんだけど、中途半端に終わって、で、はい。ということで、前回の敵と撃ち、いきなり、ちょっと、リクエストのシナリオと、シナリオと、ムービーと、陸とのバトルが始まってしまったんですけど、で、挨拶がだいぶずれ込んだんですが、前回に引き続きやっていきたいと思います。もう、棒詰めですね、シナリオもおそらくね。ディスティニーアイランド、陸の、レプリカから、ディスティニーアイランドの、ワールドカードを手に入れたので、それを使って、ディスティニーアイランドに行きたいと思います。ちょっと見ていかなきゃなんていうのと森が変わってる。まあ、その前回、空が、空の、まあ、裏の記憶みたいなところを、こう、ビクセンによって探られて、出てきた、このトワイライトタウンという街の、まあ、空、そうか、空の脳が、言わないで。こうなったらもうどうだっていいだろう。進むしかない。でも変だよ。二人の思いが同じだなんて。どっちが間違ってるんだ。間違ってる？俺のこと信じてないのかよ。そんなことないけど、気にはなっちゃうんだよね。なら波音に聞いてみればいい。それではっきりするだろう。とにかく、こんなところでぼんやりしてる時間はないんだ。そら、どうしちゃったの？どうしたって何が？だって、波音のことになると、すごくムキになるんだもの。ちょっと変だと思わない？お城に来るまで名前も忘れてたのに。今はダメだよ。頭いっぱいよ。なんだかおかしいよ。もう一度よく考えてみた方がいいんじゃないかな。おかしいって、考えるってどういうことだよ。波音をほっとけっていうのか？そうじゃなくて。じゃあ勝手にしろよ。二人ともここでぼんやりしてればいいだろう。俺は波音に会うんだ。それ！ソラはだから自分のことを否定されたと思ってしまったんだよな。ルフィの言っても正しいんだけど。あいつにはもうお前だけさ。そうだ。あいつを救えるのはお前だけだ。でも、遅すぎます。決めつけるには早すぎるだろう。なあ、ナミネ、気づいているか？今ここにマールーシャはいない。それは、どういう…お前を止めるやつは誰もいないってことさ。うまくやれや。さて、始まるぜ、ソラ。せいぜい派手に立ち回って、俺を楽しませてくれよ。おいおい、本当に楽しいぜ。やっぱりすげえな、お前らって。アクセルって結構、いいやつなんだよな。ほら、あんな言い方は。黙っててくれ。ほらもな、まだ。もう本当に、もうルーフィーの言ってること正しいんだけどね。だから、まあ、ある意味相手の思うつぼっていうことです。空のそういう、こう純粋でまっすぐなところを、うまくこう、利用されてるわけじゃないけど、俺おかしくなんかないよな。こういうとことかちゃんと分かってるもんな。そうだよ、俺たちの島だよ。ナメと一緒に遊んだあの島なんだ。おーい。お、来た3人が。あ、いい。音楽。よう、そら。ね、今日は何して遊ぼっか。みんな確か、なんすか？俺たちの子になんかついてるか？一緒にしないでよ、ばっか。なんかついても気がつかないほどリブイのあんただけでしょ。こら、セルフィー、そこまで言うことねえだろ。本当のこと言われたから悔しいですか？ティーダ、この野郎。そうだ、セルフィーにティーばっかにティーダだったよな。うん。どうした？ああ、こっちの話。だったらまた相手のこと考えてるんでしょ。ならそういうことっすか。それは相手に夢中だもんな。なるほどな、態度変になるわけだ。あいつと会うのは邪魔されたくないんでしょ？違う？まあそういうこと。はいはいはい、邪魔しないわ。あいつを探しに行きなよ。でもこっそり後をつけたりして。ほら、ティーダ、そら真剣みたいだぞ。冗談っすよ。じゃあね、そら。そう、ここ。だから俺を、あえて、意味深に、あいつとしか言わないところがね。ナミネとかカイリと言わずに、あいつとしか言わないのが。で、空は、あれ？この後全然会いに行くのにカイリなんだっけ？もう覚えてないんだけど、だって今バックカードお金持ってる。フレンドカードがないのか。せっかくさっきフレンドカードあれ手に入れたのに。とりあえずです。進められるところまで、あ、でも、責任を進めてみようかな。さっきこれで見えたんだけど、混じり合わせが何が起こるか分からないルームです。怖っ。これ宝箱でね。ジャッジメント。エアロとアタック2枚。おー、キーブレード先に投げて何の攻撃もいいね。ジャッジメントですの。こっちのマップはまだ、あ、向こうに1個行き先があるわ。ん？こっちか。宝箱。宝箱使うのもったいないから消費していくぞ。だから敵倒さないと、もう一つのルームに入れないからな。敵を倒すのは、ちゃんと倒すでやっていかないといけないの。いきなりもう、ああ、これさ、ここってさ、待って、あれと一緒かな。ああ、でも何個か行く、あれがあるな。1個目は普通に行って、トワライトタウンってほんとにつなぎだったのかな。つなぎというか、トワライトタウン自体があれか。そういうの記憶を、実際に、この時点じゃ、そら、あれだもんね。トワイライトタウンなんて、みんな初見というか、知らないわけだもんね。初登場。だから、どういうことだみたいな。よう、そら、そんな一人どこに行くんだ？お前。そうだ、リク。なんだよ、それ。俺のこと忘れてたみたいな言い方だな。そんなことないって。なんで今、忘れてたの？それもう大丈夫なのか？操られてないのか？俺が操られて何を言ってるんだ？そうか、お前って俺の記憶の中のリクなんだ。記憶の中の俺？なんだそれ、新しい遊びか？あ、そんなもんかな。それはいつまでも子供だな。それであいつを守れるのかよ。なあ、あいつって、何が起きてるんだ？俺が知るかよ。でも何か良くないことが起こってるのは確かだな。みんなが心配だ。知らせてくる。じゃあ俺は、分かってるって。あいつを守るのがお前の役目だろ。行け、空。ああ。みじみじのピーカー。はい。ああ。ノー！とりあえず戦うのは、後でこっそり戦ってるんで、戦っておくんで。とりあえず進められるところまで進めていこうと思います。3以上。なっちまい。おう、間を間違えた。前が向いてない。どう見せながら頑張れ。さっきのところからいいのか。あ、危ない。みたいだな。うわあ。ちょ、マジでやってみるか。どうなってんだろう。巡り合いの地、何か。あ、じゃあ別に、ただ単にランダムになる。ああ。使っとくか。おう、青から使わなきゃいけないのに。へえ、マジ。青マジ？やめとくわ。ああ！危ない、寝てる寝てる。あそこ行けるぞ。聞いたら戦うかな。まだあれかな。ああ、じゃあ。マジか、残り全部あれで消化できるのすごいな。島が戦ったな。だって無限の体力だけでこれ。腕をタイミングよく下ろさないというまあ全部か。あ、いいんだ。あ、これでいいんだ。とりあえず。そうだよね。この、あれだったら多分カードをもう絶対勝てない。ダークサイド。あいつを守らなきゃ。ナミネ、どこにいるんだ。ナミネ。ソラ、来てくれたんだ。やっと会えた。俺、君に会いたくて戦ってきたんだ。うん。私も会いたかった。だけど私、間違ってた。会いたかったけど、こんな形間違ってた。ナミネ？私ずっと一人だったから、寂しくて耐えられなくて。だから空の心に呼びかけて、こんなところまで来てもらって。空が来てくれたのはすごく嬉しいけれど、でもそれって君の心を。いいんだよ。俺はナミネを守るって約束したんだから。ソラ、ありがとう。ごめんなさい。ここにいるのは私じゃないの。そうよ。ナミネ。そこにいるのは私じゃないの。君の胸には私はいないの。誰の胸にも私はいないの。私はどこにもいなかったの。なんだよナミネ、どうしちゃったんだよ。あの頃俺たちいつも一緒だったろ。なのに離れ離れになって、だからナミネに会いたくてここまで来たんだ。会いたかったのは本当に私？決まってるだろ。だって俺この城でいろんなことを忘れたけど、ナミネのことだけは。ほら、これをくれたのはナミネじゃないか。そうだよ、私が空にあげたんだ。ダメ空、私を信じないで。どうしろって言うんだよ。ねえ空、もう一度思い浮かべて。君の一番大切な人、胸のずっと奥で輝くかすかな記憶のかけらに呼びかけてみて。どんなに遠い光でも君の声ならきっと届くから。俺の大切な人？当たり前じゃないか。それは波。今のは誰なんだ？思い出せないのに懐かしい。ナミネ？ナミネ？おい、不服の守りの。あ、乗り越え、あ、これで終わりなんだ。これ感じだと、ね、あれ今回だから、絶対いつもね、多分そう、前回は途中途半端だったというか、前回はね、多分消化してないところとかがあったんで、進めてからなんて言って終わって、今回、ちょっと、普通に始めちゃったら、普通にイベント始まって、普通にいろいろあれ、普通に、てか、あれ、登れないんですけど、どうやって登るんすけ？え、なんで登れねえんすか？あれ、なんでつかめない？え、待って。おー、びっくりした。ということで、まあ、ここでセーブポイントありますし、ちょっと、まだ、敵とか全然倒していない、場所もあるんで、まあ、あと、ちょっとその辺、消化してから、次のステージもないか、次の、方に行きたいと思いますので、引き続きもう本当に多分もうディズニーアイランドが出てきちゃったし、大詰めだと思うんで、よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。